どうもこんにちは。ガーベラテトラ会を使いこなしたいオンドレアスです。今回はこのシャングリラで前回あまり活躍できなかったガーベラテトラ会を使っていきたいと思います。あ、オプションパーツがないですね。でもアプデで買えるようになったから安心。このアプデはここ数年の修正の中で個人的にトップ3に入るぐらいの要調整。初動はガーベラ会、残りのメンツは爆撃オンライン要員って感じ。前回の屈辱晴らしてみせる、初動から攻めていくぜー。ここで体を振りながら最大射程でバチコンしていく。まっすぐ行ったら逆に撃ち抜かれることがあるので気をつけようね。ここで踏めるだけ踏みたいけどジオ警戒かなー。マジかー。マジかー警戒してたんだがなー。強度爆風と重なったかそれとも経路がうまかったか。高コスト3機積みなんで早めに属使い捨てときましょうかねー。マーク5が買えるみたいになってる。狙え狙えー。それにしても弾幕がすごい。あやー。若干押されてますねー。なんとか1拠点を取り返したいところ。はい、久しぶりの銃撃剣くん。なぜ久しぶりなのか。以前情報修正で2丁チャーバズ、バズ榴弾ができるようになりシャングリラで一度派遣に行ったんですが、その修正から2週間ぐらいでフルアーマーダブルゼータ実装されたんですよね。バオ君強化からの崖上禁止とかもそうだし何のために強化してるのかよくわからんぞいって感じはある。ジオが突っ込みましたね。続け続けー。やはりここ取って上からズボボボボボしたいか。お前どこ隠れとったにゃー。ジオでクリアにしてから行ったのにー。爆発物3種積みなんで空飛ばれて射撃されたら割と無力なんですよねー。ワンチャン狙いで空爆すべきだったか。いやあの接近許した時点で負けだな。ボーゾンビアタック。警告だからできる命の燃やしか。しょうがないしょうがない。低コストといえばギガンが弱体されてギガンもうダメだみたいなこと言ってる人がいたんだけど、変化なしっていうぐらいギガン相変わらず強いと思うんだがどうなんやろ。はい、といったところでドーベンウルフ340コストの方ですね。爆発物3種持ちでしかも、その全てに特性が乗る光合式特性ロケ種ですね。地味な戦いを2分。やっぱ340コストだから再出撃が早くていいね。特攻機だとあんま340-380コストの間って差ないんだけど、通常運用機だとやっぱでかい。逃がすな逃がすな囲え囲え。こんだけ敵陣で生き残るとはこいつやっぱ半端ねえタフネス。とりあえず抱え置きが大嫌いなのでロンビー4発は撃っておきたいですねー。ガンタンクに逃げられた。目標変更。一瞬で仕留めて一瞬で帰る。ヒット&アウェイって感じ。こういう機体持ってなかったんでいい感じですねー。試作2号機は片道切符だし、ケンプは火力足りないしで新しい使用感。まあ、チェンマ使えばいけるんですが、弾なくなった後が貧弱すぎるのだなー。横からパラスいただき、ひるまされて行動来た。悔しい。味方ナイスやでー。おっとよろけか、危ねえ危ねえ。もう少し遅かったら蜂の巣になってましたね。召喚戦場でよろけとかネット状態とかになるともう密に群がるアリみたいにブワーなりますからねー。アーマーも満タン。やられる前にもう一発打ち込んでお絶対潰す絶対潰すで逃がすかー。あーいやーこれがフルアーマーダブルゼータとクイーンマンサの厄介なところですよねー。逃げ入られたらよろけないから不可追になっちゃうんだよな。エースは攻撃するだけ無駄だからなー。ムシムシ。いい感じのスポットに一人、チャーバズだけで落とせるかと思いましたがそうでもなかったですね。ま、派遣は握ってないとはいえ十分な火力ですよねー。通常の機体ならこの通り、破壊力十分って感じ。足が遅いのでポジ取りですねー。割とすぐ。やべー。あら、この野郎はまあミリ残りじゃないか。逃がさんぜ。ふぅ、違う人に当たったけどまあええやろ。いい感じの休憩所がありま、勘弁してくれー。いやーシーンがこんなんばっかですなー。あ、ガンオンってこういうゲームだったわ。そういえばガンオンのオフラインイベントがあるみたいですねー。定員100人はまあいいとして、現地でオフライン局地の抽選みたいなんですよねー。わざわざおらこんな村ーやだーこんな村ーやだー。東京兵でいるだー。して抽選外れたら悲しすぎるよね。悩ましい。やりきれないかー。まあしょうがない。ハンマに任せ。あらー、
悲しいね。こいつ、どっから出てきやがった。毒の機動力でかわしていく。とどめはチャーバズー。着地も美しい。100点。どんだけ押すねんっていうぐらい押せてますね。自力はこっちが上か。こういう時は相手が北に突準備してる時があるので要注意ですが、そういうわけでもなさそうですね。ああこういう時に剣譜か道弁ならなぁ。火力が足りねえ、もったいねえ。お願いグレネード。ダメかぁ。これはダメなやつや。はい、道弁くんセカンドチャンス。まあねえ、鈍速で巨体。なおかつビムコないんで、ほんとあのお座り照射ビームに弱いんですよねー。多少アーマー高くてもゴリゴリいって減るからなぁ。見える？あーいいですね。やはり弾速が速いので当てやすいビームバズとチャーバズのいいとこ取りって感じ。下に何かいましたね。追っていくぜー。怒涛の連撃。あーもう何が何やら。結果オーライだねー。あ。ちょっと北がまずいですね。向かいますかー。あだだだだだだ。いけるか。敵少ない今ならワンチャン。ナイスー。助かったぜー。下の援護に向かいます。もう安定したかな。いやいるわいるわ。ぶち込んでやるぜ。カスあたりって感じ。リロード中無力なので隠れますねー。かといって爆発三種じゃないとこいつの個性死んじゃいそうだしなー。難しいところ。ちなみに金武器の腕バズは打ち切りに時間がかかりすぎるので装備してないです。やっぱ今の環境少しでも顔出したくないからねー。微妙な戦場だな。中央の方がマシかも。ちょっとチラ見してダメそうなら中央へ。なんかいっぱい来たー。これは美味しい予感。もう一回歌また出たー。ガンオン楽しい。ジオ座りジオ、お座り、お座り、ジオ、ジオ、お座り。金、暴力。絶対潰す、絶対潰す、絶対潰す。いや、僕じゃ無理やー。てかジオじゃないと無理やー。気落ちで洗うゲームって感じ。気を取り直してガーベラくん3回目の出勤。ガーベラカイくんもだんだん乗り慣れてきてよく馴染むって感じ。はよレンドカラーにしたいんですけどねー。一気済みだと結構時間かかるんよねーこれ。あーんじれったい。逃した。はい、トンネル内の敵を殲滅しますねー。地味に痛い痛い。燃やされたけどもうゴリ押す。こいつにはその力がある。ちょっと急戦しませんか。回線、いいロンビー。ちょっともったいなかったか。走車でよかったかもな。やった後すぐに戻れる足回り。素敵。もう一回トンネルの点検しときますか。遮蔽物あるこの微妙な兵所が戦いやすい。路角属1回線、対性能で圧倒していく。ネットガン持ちか。これは厄介。ロンビー外せばやばいかもな。オーケー。これならこっちの勝ちだ。いやーロンビーいいですね。FA ビームライフルとどっちがいいですかって質問あったけどロンビーでしょ。もうロンビーもないし走者メインでガンガン前出ていきましょう。大事に乗ってもしょうがないよねー。一気に詰めれそうな敵を探していく。いいところにおるやん。ナイスエグボム。一回がグイグイ行ってますねー。そういえば最近長いこと乗ってないな。銃撃でもこの距離ならミリ残りはないぞー。ガトリング。ロンビーがなくても武器の相性がいいのでこれだけで戦えます。
すね、素晴らしい。もう一機ぐらいいけるか。オバヒアス発見。オンドレアスフェイントで打撃に。からの操車式。DPS に震えろ。いいですね。ガーベラ界本来の動かせ方できたんじゃないでしょうか。残り時間ももうないですね。あとはケンス組んで蹂躙して終わりかな。絶対潰す絶対潰す絶対潰す。復讐者と書いてアベンジャーオンドレアス恨みを返しに参ります。なんか出力限界の時もこんなことしてたな。遠いね。はい、リベンジ達成。気持ちよく眠れそうだぜ。はい、ということでガーベラ界はいい感じに乗れるようになってきましたねー。ジオとお座りまみれだったわけなんですけど、これガンオンやってない視聴者の目にはどう映るのかな。クソゲーでしかないと思うんだよね。ま、回避ももちろんできるけどタイミングが大きいよねー。タイミングが悪かったで高コスト落ちるのは勘弁願いたいねー。ジオとお座りでめっちゃやられてるのは普通の攻撃ではやられないように立ち回ってるからなんだよね。それにしても今回多かったけどね。汗、あるものは使うのが普通なのでプレイヤーは悪くないんですよね。私もアクシズ居住クリスキル嫌だからジオ使うし、ガルスケーテに入れたら 100% してるかもしれない。こういう武器や機体実装する運営さんが悪いですわ。理不尽なしは確実にプレイヤーにストレスを与え、コンテンツの衰退加速させるんでね。出力限界とサイコザクで何学んだのかな。ま、ちょっと今回はオコドレアスでした。それでは今回はこの辺でー。